こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで、今日どうなりするの？今日は、めっちゃくちゃ簡単なチャレンジ。また。はい。なるほど。じゃあ、見つけました。簡単っていうことは、またちょっとタイムを意識して。タイムを意識して。ちょっとね、まあ、いつもの流れでね、1分間アレンジ、みたいな雰囲気。はい、みたいな雰囲気で。で、ちょっとやっていきたいと思いますので、じゃあ、目標タイムが1分でいいの？もうちょっと短く？もうちょっと短くいけるかなと。本気出したらどのぐらいでいける？本気出したらマジで15秒で15秒でいける。早すぎるな、それはな。じゃあ、まあ、ゆっくりこう、綺麗にやるってことで30秒ってことでいきますか。すいません、今日30秒で。でも30秒今まであれやもんね、成功したこともないし。ちょっと今日はね、また、頑張って成功させていってもらいたいと思いますので、ぜひ皆さん、パパッとできる感じでもね、ゴムも何もゴムも何も使わない感じでできるかと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。 N ドットのオイルと三角クリップを使います。はい、ということで今日もね、タイムアタック始まりました。よろしくお願いします。準備は大丈夫ですか？バッチリです。はい、ではそれではよーい、ドン。はい、じゃあまずね、頭を3分の1に、ね、分けて、三つ襟の部分の髪の毛を巻きつけていく。はい、少ない方の髪の毛を巻きつけて3周ぐらいで、それを三角クリップで留めていく。ここがポイントやな、多分な。はい、で留めたところでちょっとだけ全体的にほぐして、はい、お、28秒。30秒切りました。はい、じゃあ簡単にちょっと今日のね、アレンジの解説をしていきたいと思います。はい、最後にね、ほぐしたって感じやな。表面の部分をこうほぐしたっていう感じで、巻き戻しなんであれやね、クリップをつけるんですけど、つける位置が若干横寄りからね、右寄りからつけてあげたりすると結構ね、そう、真ん中寄りに止まってね、形も綺麗に見えます。で、クリップ外していただいて、で、巻きつけた髪の毛ね、を、まあ3周ぐらいやんな、これ巻きつけるの。だいたいね、3周ぐらい、その、こっちの髪の毛を束に巻きつけていく。で、なんかずらすっていうよりは、なんか一箇所にずっと巻きつけていってもいいよな。はい。うん、ちょっと軽く巻きつけていく。ずらさないで、そのままその位置でずっと巻きつけて、2回から3回ぐらい。で、下にこう、まとめるっていう感じ。うん。で、最後に、どういう風に分けるか。このぐらいの位置で、3分の1ぐらい。三つ襟の部分と、まあ、左側が三つ襟の部分で、右側がちょっと多めで、最初に分けていってもらえたらと思います。はい、ということで今日は28秒で終わりました。まあ、ゴムも使わないからなんかいいよね。いいですね。ね、だから暑い時だったりとかね、パパッとまとめる時にこういうやっぱ三角クリップってこれやっぱ使えるよね。便利ですね。うん、だからやっぱりこういうヘアアクセ1個持ってるだけで簡単にできるアレンジも、いっぱいありますので、またそういうアレンジを全然作ってくれると思いますので、よかったらまた参考にしてみてください。なんかポイントある？ポイントは髪の毛を巻きつけるときに、うん、しっかり巻きつけてた方が、うん、まあ、緩いのも緩いので可愛いと思うんですけど、うん、やっぱりすぐ取れてきちゃうので、なるほどね、きっちり巻きつけた方がいいかなと思います。だそうです。はい、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、この動画がよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。